ートでつながるショップショップショップ2011 の、 あのアートツアー、今日はあの前半だけなんですけれどもね、これから始めさせていただきます。よろしくお願いします。ちょっとこのスタンプラリーの紙をちょっと配っていただきましょうか、皆さんね。はい、どうぞご覧ください。で、中を開いていただきますと、もう本当びっくりです。あのご本人を知ってる方は本当にびっくりだし、知らない方もあのそばにその方がいらしたら、あっ、ってすぐ分かっちゃう。ありがとうございます。天気良くて、昨日まで嵐だったんですけどね、良かったです。そうですね、はい、今年はだいぶあのエリアが広がったみたいなんですけど、ね、そうですね、あの昨年は本郷商栄会っていう一つの商店街でやったんですけども、今年は境通り商栄会というあの2つの商店街を合わせて開催しました。クリーチャーっていうシリーズで、あの陶器で、あの本焼きまでしてある陶器なんですけれども、それであの磯をちょっとなんかびっくりするような、ふっとなんか自然にいそうな感じの生き物をあの作っています。作品を仕上げていますので、ゆっくりご覧になっていってください。アーティストは栄区の方が多いみたいかもしれないですね。掲示板とかその自治会の回覧板とかそういうのを結構活用したんですね。で前回はホームページを見てとても遠くから来てくださった方もある、それはそれでありがたかったんですけど、今回はその本当にあの地元密着 の、 なるほど、あのそちらの方にこうより力を入れて、はい、なので栄区在住やその近くの方がね多くて本当に面白いですよね。